皆さん、こんにちは。10月5日土曜にアベマ PPV 配信で行われるファイトクラブ2では、木村、フィリップ、ミノル選手、バトルボックスとヤーマン選手、 TARGET 渋谷がオープンフィンガーグローブ OFG によるキックボクシングルール 72kg 契約3分3ラウンド延長なし判定なしで対決します。今回はこの試合に対する他の格闘家やネットの反応をご紹介していきます。2人の体格差はおよそ3階級が想定されています。ヤーマン選手はライズのスーパーライト級マイナス 65kg、 木村選手は前線 74kg 契約で戦っているためかなりのパワー差があると予想されています。ヤーマン選手はライズ OFGM マイナス 65kg 級王者で、前線はライジン MMA フェザー級マイナス 66kg 戦で鈴木弘明選手に一撃 KO 勝利しています。朝倉未来選手と対戦した第1回大会のファイトクラブは体重 70kg で戦いましたが、本来のベスト体重はもっと下と言われています。木村選手は2010年のデビュー当初のライト級マイナス 61kg からスーパーウェルター級マイナス 70kg まで階級を上げ、 K1 離脱後はライジン巌流島などで主に 72kg、74kg で戦っています。前線で木村選手は 74kg 契約で試合をしているため、ヤーマンが 66kg をベスト体重と見れば、3階級差が生じてしまいます。第2回で対戦する両者の因縁は、7月28日のスーパーライジン3で鈴木弘明選手に勝利した直後、ヤーマン選手のインスタライブでの発言が導火線でした。ファンから木村戦をリクエストされたヤーマン選手が、多分俺全然余裕で勝てるけどね、体重差とかあってもと発言。これが切り抜かれて SNS で拡散すると、木村選手が試合決定でファイトクラブでやろうかと反応。その後も YouTube や SNS でバトルが繰り広げられ、ファンの期待も高まる中で試合が正式に決定しました。先に会見に登壇したヤーマン選手はこの試合について、ヒリヒリ感を味わいたい、木村ミノルの OFG のパンチを一発もらったら頭の骨が砕けるかもしれない、怖いけどそれが楽しみとスリルを求めてオファーを受けましたが、俺がどうやって負けるんだよこんな臆病なやつと断言。対する木村選手も臆病って言われて悔しい思いが湧き出てきた。こういう時に結果を残したい、自分もスリルを味わいたい、アドレナリンジャンキーだから笑と意欲を見せ、 OFG は彼の土俵だけど前に出て彼が経験したことないくらいド派手な KO をしたいと勝利を誓いました。また体重差についてヤーマン選手は、喧嘩だと思ってるんで体重とか関係ない、減量しない方がスピードもパワーもあった、動きが良いと明かしていますが、倒されても立ち上がって倒すと覚悟も語っていたため、木村選手とのパワー差を感じているのかもしれないですね。 70kg 台は昨年の朝倉未来戦以来のことですが、去年の未来さんとの試合も 70kg でやっているので、逆に動きいいなみたいな、減量しない方が俺は強いんですよ、下手な減量とかすると余計に動きが落ちるので、 66kg よりも速さとかパワーは減量しない方があるので、むしろ調子がいい、階級というものを気にしないでできるので、だから全く問題ないです、それは前回の試合で分かったと思うのでと、むしろ減量がない方が調子がいいと発言。木村選手は72kg にしてくれたのはシンプルにヤーマン選手の男気なのかなと思いますね。自分としては前の試合から期間がなくて体重を落とすのが不安な中で提示した体重ではあるんですけれど、それをちゃんと受け入れてくれてこういう試合を組んでくれたのは純粋に感謝していますと、ヤーマン選手の男気を称え、ヤーマン選手、最近はめっちゃ調子よく勝っているので、体重の有利さよりかはパンチはすごい危険だしリスキーだし、その対策とか準備することしか頭にないので、俺も体重のことはあまり気にしてないです
彼も体が出来上がっていると思うし、体重も作ってくると思うので、そこってよりはシンプルにヤーマン選手と対峙してどうするかに集中していますと、自分も考えていないと話しました。自身の SNS に投稿されていたマッチョな体について、体が大きくなったのかと聞かれると、あれは入る角度で撮っただけです、わら、体は大したことないです、今はクリーンな体を目指して綺麗にやっていますよと、写真だけだとしました。これにヤーマン選手は、 SNS に上げている写真と会場で見たら全然大きさが違うし、そんなでかいとも思わないので、俺もでかくなっているし、だからフィジカルで負けるとは全く考えてないですね、むしろフィジカル勝負だったら俺の方が強いんじゃないかなと思っていますねと、実物を見たらそうでもなかったとの感想。自分も総合を始めてかなり体がでかくなっていますし、最近ウェイトトレーニングも始めて重量も上げられるようになってきているので、そこで負けるイメージが全くないですねと、フィジカル勝負で引けを取らないとしました。今回ドーピング検査を実施するつもりはないというヤーマン選手は、俺がやりたいって言えば何でもいいんじゃないですかねと、以前にライジンのドーピング検査で木村選手が陽性になったことは気にしないとし、ドーピングはダメだと思いますよ、でも俺はファイターとして木村実を信じている、やってないでしょと木村選手に問いかけました。木村選手は、大丈夫だよ、神に誓ってやってないと答え、ヤーマン選手は、ここはファイター、木村実を信じてやるしかないですよね、個人としては何でもいいからやりたいというのが俺の意見ですねと、木村選手を信じると話しました。会見後日には、自身の SNS で木村選手が、木村実2ラウンド KO 勝ち、やっぱり1ラウンド KO でいける気がするなど、この試合の KO 決着を堂々と宣言。一方のヤーマン選手は、平本蓮選手にフォロワーからの目撃情報で、明治通りにヤーマンいました、ニタニタしていましたと晒されてしまい、それに対して馬頭カフェに行ってきた帰り道だと反応。さらにはスタッフのツイートを引用する形で、この子にお前のハイブランド全部メルカリで買ったんだろって大勢の前で言われた、すごく恥ずかしかった、あんなところ今日も行こうとツイート。相変わらずキャラクター全開の SNS でした。他にも筋肉量増量に伴い毛量も増量、今まで汗をかいたら見えてしまうかもしれないから1ラウンドで終わらさなければいけないというプレッシャーで本来の動きができていなかった、今回は何も気にせず3ラウンドフルで戦えそうだと、自身の弱点克服を発表と同時に試合に向けて万全な準備ができているようです。またこの試合に平本選手は自身の SNS で、最初から激しい打ち合いってよりも案外戦術家のヤーマンがハーフキックで序盤から削っていくと予想、オープンフィンガーはブロッキングが難しい分距離が遠くなる、ミノル君は気にせず1ラウンドからガンガン仕掛けたい、ミノル君の一発は全てをひっくり返すからな、予想は朝倉未来と試合展開を予想。ヤーマン選手がカーフで削っていきカウンターのパンチを当てるか、木村選手がパンチを打ちまくって沈めるか、そのどちらかと見ているのでしょうか。最後の朝倉未来というのは、ヤーマン選手が朝倉未来選手を KO した場面を意味しているのか、それとも自分が朝倉未来選手を KO したパンチを予想しているのか謎です。文脈からだと、ヤーマン選手が蹴りに来たところを木村選手がパンチで当てて勝つということになるのかもしれないですが、実際の意図はどうなのでしょうか。他にもアンポルキア選手は先日に自身の YouTube チャンネルで2人の試合について、やめといた方がいい、ヤーマンさすがにぶっ倒されるって、いくら根性あって全身力あっても木村は物が違う、みんな立ったまま失神している、もらったらゲームオーバーだって、俺はもらわない試合ができるけどヤーマンできへん、試合は面白いけどそれでは勝てへん、 100% 飛ばされると警告していました。ヤーマン選手不利の予想も出ている中、2人の試合はどんな結末が待っているのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。
チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。